習。今回は聞き酒師シータンの埼玉酒ログインサッテシー。創業184年の酒蔵で伝統の酒造りをお手伝い。お、強い。さらに蔵元が絶賛する日本酒に合う町中華も。いいね。さあ始まりました、埼玉酒ログ。今回はサッテにやってきました。はい、そして見えますでしょうか、こちら石井酒造さんでございます。社長の石井さんとはもう結構長くて6年ぐらい、多分埼玉県の酒蔵の中では一番古くから知っていて、まあ、仲良くさせていただいているんですけども、来るのは初めて。ずっとね、来たい来たいと言いながら来れるタイミングがなくて、ちょっと今回ね、念願の石井酒造ということで、とっても楽しみにしてます。じゃあ石井酒造行ってきます。聞き酒師の資格を持つシータンが日本酒をはじめ、ウイスキーやワイン、ビールなど埼玉のお酒を世界に広めるべく、すべて飲み干してその魅力を伝えていきます。お、やってまいりました。ここですよね、蔵はね。よろしくお願いします。久しぶりです。はい、お久しぶりです。蔵の人だ。そうですよね、普段ね、蔵にいるような格好してないから、はい、今日は酒蔵の蔵元としてご案内させていただきます。本当に酒蔵の人だった。今日はいつもと違った一面を。あ、職人の姿を。いつもね、すごい結構おちゃらけてる感じの、おちゃらけてるというか、埼玉県の蔵の中でも、まあ、若手の蔵元さんで、埼玉県内のお酒をすごい盛り上げてくださってて、もうどんどんこういろんな企画を立てたりとか、やってこうぜっていう勢いのある石井さんです。はい、今日はようこそおいでくださいました。こちらの石井酒造が創業したのは天保11年。サッテで184年にわたり酒造りをしています。代表銘柄は宝銘。今年宝銘純米大吟醸とびんどりで全国新酒鑑評会金賞を受賞した、今ノリに乗ってる蔵なんです。普通にこういう民家の中にあるんですね。そうですね、入り口分からなかったですよ。酒造会社としてはおよそ似つかわしくないロケーションの中に弊社はあるんです。そうですよね、珍しいですよね。そうですね、びっくりしました。建物は2000年に建て替えをして、それ以前は今スーパーのあるところが、はいはい、一帯が全て酒蔵。あ、そうだったんですね。あ、なるほど。こう当時よりもコンパクトにこう集約して、うんうん、はい、酒蔵を作っているので、うんうんうん、結構他の酒蔵に比べるともかなりこうギュッと詰まった感じになってるんですけど、まあ、動線とか、ね、はい、の効率化も含めて、まあ、考えられた現場と。で、基本的には全てうちの設備って車がキャスターがついてます。へえ、本当だ。なので都度いろいろ移動をして、うんうん、適切な場所で適切な作業を行う。あ、移動式の、はい、大変ですね。でも毎回こう移動させるっていう、毎回移動する力作業だ。意外とまあね、1000キロ蒸せる機械ですから、うん、意外とキャスターついてるといえ重い。重いですよね、はい、これを運ぶだけでも重労。いやー、大変。じゃあ早速ちょっと案内していただいてもいいですか。そうですね、じゃあまずね、蔵ご案内していただ、はい、させていただいて、で今日はちょっと作業も少し手伝っていただこうかなと。え作りの工程に参加させていただける。はい、え、嬉しい、嬉しいた。ここで日本酒作りはどんなことをするのか説明しちゃいます。まずは原料となる米の不要な部分を削る精米。米の表面に残っているぬかなどを洗い流し、米に吸水させる洗米。
麹菌の作用を受けやすくするために米を蒸気で加熱する蒸し、蒸した米に麹菌を繁殖させる生菊、酵母を育てるため酒母を作る酒母作り、仕込みタンクに酒母を入れ蒸し米、麹、水を数回に分けて加えてアルコール発酵を行うもろみ作り、もろみを酒と酒粕に分ける絞り、これがないと日本酒とは言えません。ろ過や加水など最終調整を行って日本酒を完成させる貯蔵、細かい作業はまだまだありますが、蔵ごとに特性を出すためそれぞれの工程で独自の作りを行います。そうすることで様々な味わいの日本酒が生まれるわけです。今ね、作り真っ只中だと思いますけれども、どうですか、一番大変なところって何ですか、作ってる中で。そうですね、まあやっぱり肉体的にこう重労働が多いので。そうですよね、まあ、その辺はね、こう肉体的に辛いというのもありますし、やっぱ生き物を相手にしているので、まあ、常にこう観察をしててあげないといけない、寄り添っててあげないといけないというところが、まあ、難しいところかなと聞いて、本当に手をかけた分だけ美味しくなるわけではないのに、手を抜いた分だけ美味しくなくなるということが本当に起きるので、まあ、どこまでこう、ね、寄り添って手をかけてあげられるかっていうところがとても大変かな。すごい、本当になんか子育ての感じですよね。もう本当にね、いろんなおじさんがもう娘を育てるようにという表現を使いますけど、本当にそれぐらい多分ね、生き物を相手にしてる上でどれぐらい愛情をかけられるか、まあほとんどが当時が世話をしているので、まあ当時のその愛情のかけ方が、全てまんべんなくね、愛を注いでくれてるから、まあ、美味しい酒になってるのかなって、ね、素敵ですね、石井さん、かっこいいじゃないですか作ってる当時だからいやじゃあちょっと今日はそうですね、何を、どの何をさせていただけるのかっていうところですけど、蒸したお米を、まあ、少しだけ運んでもらって、でそれを冷ましてもらって、でタンクに入れるという作業をお手伝いしていただこうかなと思ってます。すっごい大変なやつだ大変なやつですね。一番きついのをやってもらって、よっしゃ、やってやろうじゃないですかということで酒造りのお手伝いスタート。ちょうど米を蒸気で加熱する蒸しの作業が終わったところ、この日蒸し上がったのはおよそ150キロの米。これを手作業で運ぶみたい。大変そう。持ってく、あの力仕事ですよこれ。このバケツ1杯で10キロから15キロの重さ。石井酒造さんではこれを2階の作業部屋まで運ぶんだって。シータン、一人で大丈夫？そしてここが日本酒作りの要となる、蒸した米に麹菌を繁殖させる生菊をする場所、麹室というところなんだって。あ、いい香り。大変、これまだ全然、まだまだ何往復しなきゃいけないんでしょうか。お手伝いさせてくださいやる気満々のシータン、シミュレーションはできているみたいかな絶対できなそうなその感じシミュレーションはやっぱこうしとかないと。ついにシータンの出番。シミュレーション通りに頑張って。持ってますか。こうやって持ってましたよね。あ、肩に担ぐ方が、え、こうですか。あ、重っ。いや、重、はい、こっちかな。すごい重い。うわ、
この山に。やばいっすね。肩壊れるかと思ったんですけど。こいつをひたすら冷ますことをやります。はい、熱々の米を、はい。米を握ると潰れちゃうので、はい、こうコロコロと転がすようにして、はい、下から上に。熱いんだよね、結局。はい。はい、下から上に。これを限りなく低い温度にしたいです。はい。あー、熱い。なんかやっぱ熱いな。うわ、熱い。腰。意外と腰が触って熱いと思ったら体温以上なんで、まだ40度ぐらい。うわでもだいぶ、だいぶよ、だいぶ。だいぶ？うん。ほら。いやいやいや、まだ20度ぐらい。嘘！え、これですよ、これこれこれ。全然。全然まだ20度ぐらい。いやこんなこれ本当に測りましょうか。ちょっとこれこれ17度。マジでこんな冷たいのに。藤井さんの言った通りです。20度、はい、まだまだです。こんな冷たいのに。まだまだです。これはなんでこう冷まさなきゃいけないんですか。これから発酵するために働く酵母がいろんな特性があるんですよ。ほうほう。やっぱ酵母もこう適切に鍛えてあげないと。で、酵母も温度が高いところの方が発酵しやすいんですけど、まあ、要はそれはなんかぬるま湯の環境だと、しっかり仕事をしないと、酵母にとって少し厳しい環境を作ってあるので、ちゃんと鍛えながら育ててあげた方がいい酒になりやすい。甘やかさないと。人と一緒ですね。そうですね。種類によってはいろいろで、厳しくしすぎるとブレる。そう、なんか人間だ。だけど甘やかしすぎると誰。そこの塩梅がむずいですね。絶妙に分け与えるのが当時の技術。程よく冷えた米はもろみ作りのタンクへ。いきなり落とすと跳ねるんで、ボンってなっちゃう。これ氷、氷を入れてあのこの時期は仕込みます。詰まったところで引いて、もうちょっとこう行きましょうか。はい、下についたら上に行く。そう、よいしょ。はい、はい、何度ぐらいに目標ですか。10度以下。お、9度。やっぱ思ってる以上に酒造りって大
大変なんだよということを毎回こう作り体験させてもらうたびに思うんですけど、でもやっぱ体験してから飲むお酒っていうのはね、やっぱり一味も二味も違った楽しみ方もあるし美味しく感じるので、これ、ね、ぜひね皆様にも体験していただきたいですね、実際身をもって。で私もう一つこの作りをお手伝いするときに好きなのが、こう倉本さんとか蔵人さんのこう酒造りへの情熱とか思いとかをこう聞けるのもすごくね好きなんですよね。今日はたくさん聞かせていただいて、はい、まだお伝えしきれてたくさんあるので、では一応作業としては、はい、以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。体験させていただきまして。はい、大変お疲れ様でした。いやー、疲れましたね。いやー、だいぶね、今日は一番重い、ね、これは作業だった。あー、やっぱりなかなかの力仕事でしたけれども。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、で、ここはなんか、なんで？ここはですね、もう去っての誇る、昭和44年から続いている、うん、もうラーメンといえば来州という感じで。まあ、弊社のお酒もね、お取り扱いいただいていて、あ、そうなんですね。はい、もう古くからお付き合いのある、もう縮れ麺が絶品のラーメン屋で、もう餃子も春巻きもすごく美味しい、さての老舗です。全部美味しいんだ、はい、やっぱり一生懸命動いたからいっぱい行きたいところですね。やりましょう。こちらはさっての酒屋さんがプライベートブランドとして販売する石井酒造の白目桜。合わせるのは石井さんおすすめの餃子と春巻きです。白目桜という、純米酒の生貯蔵酒。初めて見たなと思って。なんで結構さって市内ではこの白目桜を飲んでもらって機会が多いんですけど、では最後お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。でも軽やかなんだけど、やっぱ米の膨らみと甘さがしっかり感じる。で、確かに綺麗。うんうん、美味しいタン出た。いただきました。美味しいタン嬉しいな。いただきました。ありがとうございます。では石井さんが日本酒に合うという餃子をいただきましょう。いただきます。うん。野菜がしっかりチョキチョキ入っなんか感じる野菜を、うん、その野菜の旨味がまたこのお肉に染み渡ってとってもジューシー、うん、これは確かに絶対頼んだ方がいい。うん、合うね。うん、お酒の旨味とあんの甘みがすごくベストマッチですね、うん、お酒の味も濃いんで、うんうんうん、醤油の味の濃さに負けない。うんうん、なんか口の中に一緒に入れてもちゃんとこう、すごくなんか寄り添ってる、うん、飲んじゃいますねこれ。なくなってる。すごい吸い込みが、はい、吸い込んじゃうのよ。となれば春巻きも絶対合いそうですね。パリパリ、めちゃくちゃジューシー。肉汁っていうのがなんかじわっと出てくる。これまた絶対合うわ。絶対合う。いいね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 。なんかどんどん進んじゃう。こっち行って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 が。そうだから両方なくならないんですよ、これ。そうですね。止まらなくなって永遠と。もうすごいですよ、あっという間になくなりますよ。本当にね、あっという間に1個しか食べてないんですよ。1個で1本だから。一個一個で1本いってるから、うん、今後の夢、展望はありますか。
まあ、僕ないし石井酒造としては、うん、もう酒をいいやつという風に掲げていて、はい、まあ、あの冠婚葬祭であったりとか、まあ、喜怒哀楽、人間の全ての感情に寄り添ってくるのがお酒であると、うん、お酒の中でも日本というね、ジャパンを冠する名前は日本酒しかない。本当にそうです。日本を代表するお酒を作って、日本を代表するいいやつを作れる、うん、誇りを胸にこう世界に向けてこの日本のいいやつを発信していきたいなと思うとともに、まだまだこの、ね、国内、しかもこの埼玉県内で埼玉県のいいやつを飲んでもらえてない、そうなんです、という現実があるので、地元埼玉県の方々に地元のいいやつをもっと発信していきたいなと思ってます、うんうん、まずは埼玉の人たちに認知してもらってね、いいやつらをいいやつは紹介したくなる、うん、そのいいやつをもう橋渡しして、うん、いろんなところにこのいいやつを届けていきたい、うん、まずは飲んでもらわないとね、 そのいいやつかどうか分かんないから、そう、本当にまずは本当に会ってもらって、会ってもらって一旦会ってほしい、会ってもらったら分かるから、ね、いいやつだって、まあ、それをね、また埼玉県内の皆さんに届いてほしいですね。はい、私も頑張ります。お願いします。はい、埼玉のいいやつ、はい、よろしくね。